おーい。よかったね。おーい。おーい。ココラコライフ、リバイバル。食べる？食べる？ちょっとこれを、おろしてみるね。よいしょ、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 よいしょ。あ、いいっすよ。別に。よいしょ。はい。食べる？どう？食べる？はい。はい、ありがとうございます。これも食べるかな？どれどれ、リアクションを見てみよう。ああ、早速食ってるね。食ってるね。まだ初めて食べるものなのか、そんなちょっと遠慮しつつだけど、まあ食ってるね。アブラナ科とハコベとかの仲間と、あとクローバーとかのマメ科の植物は、まあ基本的にこいつら好きで癖もないから、で栄養価も高いのでよく食うんですよね。ちょっと今説明中だから静かにして。なので、まあ多分大丈夫じゃないですか。後で引き抜いてあげときます。うん、ありがとうございます。じゃあちょっとこれを戻しますね。はい、はい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 。どうだお前ら調子は？胃袋、あ、いい感じに層のに詰まってんな。このここの、向かって左側のところに層のという食べ物を蓄える袋があって、食べ物を一時的に蓄えてるんですよね。あ、ひよこ、ひよこですか？はいはい、でお姉さん鶏につつかれたりとかして怖い思いでもして出るタイミングを見失ったのかお前らは。よいしょ。よいしょ。おーい。よかったね。おーい。おーい。おーい。よいしょ。はい。とりあえずなんかこう余った草とか積んでたんですけど、ただここは日が当たるので草を生やした方がなんかいいかなと思ってて、むしろここら辺の草刈りの手間を省きたいので、ここら辺にちょっと草を。うん、置こうかって感じで、今メインの草はここに置いてますかね、うん、こっち側に。いや、今日の朝まさに積んだんですけど、まあ、あんま積みすぎるとなんかこう段差にしてキツネがこう上から襲われるかもしれないから、積む量はちょっと考えなきゃなとは思ってるんですけど。これ食わせるよ。これ芋食わせるようで、乾いたらそのまま発酵用にしようかなと思ってて、でもただで草刈りしてもらってますからね。ただでっていうか、どうせ使うなら活用したいですからね、これはね。うん、これだったらなんか草を刈る意味がちゃんとねあると思うんですけどね。お姉さん方と今日初めて行動を共にして、なんか受け入れられているようにも見えるけど、やっぱこうやって攻撃されるよね。攻撃されるね。そうそうそう。でもあんまり違和感なく歩いてるかな。あっちだよ。うん、初めにひよこを一緒に合わせた時はすっげえ戸惑ってて逃げたりとかしてたんですけど、今はだいぶ見慣れたせいかそんなに。親の方が戸惑ってた。なんだなんだこの生き物。結構警戒心が強いので、ニワトリは初めて見るものはすごい警戒心なんですけど。大丈夫そうですね。うん、よし。で一応あいつらもそろそろ
電気柵の内側で行動してくれるようになったかな。あれビリビリ食らってるんですか。あ、ありますよこれ、うん、ビリビリ来ますよ、湯になりますよ、どうやってなりますって今日中も電圧入れて昼間でも来られないようにしてるのでね、結構来ますね。結構来ます。これを一度食らうと、うん、やっぱびっくりするので。確かに、やたらめったなことはしない。それは、いや本当に痛いですよ、まあ、痛いだけなんですけど、うん、本当一瞬のパルスなので心臓が止まるってわけじゃないんですけど、目覚めますね。うん、まだちょっとね、ラス一緒に行動させるには早かったみたいですね。攻撃とかされてたのでね、まあ、攻撃されるんですけど、まあ、攻撃されたら今だいぶダメージを受けてしまうのでよろしくないかなと思います。のでまだちょっと個別に別々にね、はい、戻りなさい。おれ、戻れ。はいはい、戻ったご褒美にご飯だよ。あい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 、よし、よし、随分引っかきましたね。水埋もれてる。水、よし、よし、いいな。じゃあ明日までさようなら。